も長坂レモンです。本日紹介すべきはこちら、ババーン、アズリウス予見コントロールですね、になります。はい、まあもともとね、結構予見っていうシステムが出た時に、まあわかんないけど、まあ強そうかなみたいな話が出てたんですよ。まあ結局予見するテンポロスがね、今の環境早すぎてどうしようもないっていうことで、まあ最初の環境最初の方かな、カルドカイムかな、カルドカイムの環境の最初の方にちょっと話題にはなったんですけど、まあどうしても速度がね早すぎて廃れたっていう、まあ過去を持ってるんですけど、まあ今回ね、スタンダード2022ということで、まあ22の環境なのであればね、全然まあ使えるのかなということで、今回こんな感じで持ってきました。はい、リストはツイッターで見たやつですね。はい、なんで今さら22に戻ってきたかというと、ヒストリックホライゾンかなが延期になって、まあ切羽詰まってヒストリックの動画上げなくても良くなったっていうのがあるので、はい、まあちょっとね、またスタン22とかそのあたりのデッキまた増やしていこうかなと思います。はい、でまあね、まあほぼフォーゴトン、じゃあストリクスヘイブンか、ストリクスヘイブンとカルドハイムのカードだけで組まれてるんですけど、はい、まずミハルモのベイガですね。このカード紹介された当初は結構評価がそこそこ高かったはずだかな、結構とは言えないけどそこそこ高さがあったはずで、何と相性がいいかっていうと、まあアドベンチャーなんですよね。アドベンチャーって一回スペルの方で打つとクリーチャー面が追放領域に行くんですよね。うん、なんでそうなってくると、まあティガイエイから呪文対旅っていう条件を満たしやすいっていうので、まあ本来はね、予見対合わせてくださいっていうカードなんですが、アドベンチャーがずるすぎて、アドベンチャーとね、相性が良くなってしまった。ただ、まあ、サンマナ2を出してる余裕がない環境だった。うん。まあ、今のゲンスタン見ていただいたらわかるんですけど、サンマナ2をただのドロスとして置くような、そういう速度ではないんですよね。はい。それもあって、まあ、ベイが使えなかったんですけど、まあ、このデッキの場合はね、予見できるカードっていうのが、まあ、1、2、3、4、5、6種類かな。6種類計、20枚かな。存在しているっていうことで、まあ、ドロソとしてもある程度使いやすいのかなと思います。はい。そして、石割りの使い魔ですね。珍しいカードだと思うんですけど、このカード、追放領域にカードを変えるたびっていう能力、フォーゴトンデルムの前かな。フォーゴトンデルム担保の前に、ボロスミノータ。で、結構使われたカードなんですよ。はい。自分で相手のデッキトップを追放しても OK。だから、義足と相性が良かったりとか、打ったらね、追放領域に行くアドベンチャーと相性が良かったりとか、あと、まあ、隣にいる PV ですね。精鋭呪文縛りで相手のカード追放してあげるっていうだけでも相性が良かったりとかね。結構相性の多かったカード多いんですけど、このデッキにおいては貴重な1マナ行きということで、まあ、2マナのカード、このデッキに入ってないんですよ。はい。マナカーブで見ると、1マナ、3マナ、4マナ、5マナ、まあ7マナっていう順番で、結構2マナの域ってもうほぼ予見しかすることがないんですよね。なので、使い魔を置いて予見してっていう動きで、使い魔だけで勝つっていう動きは結構頻繁に発生します。はい。まあその手のデッキタイプだと思っていただければいいのかなと思います。はい、というわけで、本日このデッキ使ってランクマッチやってきました。勝率今のところ実は、3戦やって3本。まあ今回動画で撮ったやつだけなんですけど、正直 100% ですね。まあ体感的には、まあ7割、8割、8割がちょっと言い過ぎかなっていうぐらいまでは落ちると思います。その辺のね、有利フェアについては初感の方で解説していこうと思います。対戦の方へ、どうぞー。はい、対戦よろしくお願いします。キープしたら下かな？そうですね、高校なんでちょっとあれですけどね。うん。高校なんでちょっとあれですけど、まあキープはできるかなと思います。予見とかで動いていいと思いますね、基本的にはね。うん。予見。まあ霊界の群馬あたりをインスタントで繋いであげるのが一番綺麗ですか？そうですね。できれば土地が欲しいかなっていう形があります。あと、ミハルモのベイガとかは早く出したいところではありますかね。うん。結構運命に抗うも使ったら使っただとは思いますけどね。うん、まあエンドかな。
うん。黒タックからだと、まあ結構いろんなものは出てくるんですけど、そんな怖くはないですかね。ただまあ、普通にカウンターとかは飛ん、カウンターじゃないわ。呪気はがっつり飛んでくると思うんで。うん。まあドラゴリッチエボンですわ。聖呪文縛りとかで止めてあげるのが一番綺麗になりますかね。そうですね。まあ、グンバは出します。一応、こいつもフラッシュなので。アルノン天敬予見まではします。ベイが出すのが一番綺麗にはなりますか？そうですね。全体選挙とかを引きに行ける可能性があるんで、ベイがからですね。多元宇宙の警告でガッツリドローしに行きましょう。ただそろそろ目玉のボー君とかが暴走を始める頃になってくるかなと思うので、うん、目玉のボー君のためにはブロックはしなきゃいけないかなっていう気はしますね。まあ多元宇宙の警告次第ではありますか。なんなら何もしてこないのであれば、アルノの典型ブッパとか、そっちの方向でもいけるので。エボンデスだけ殴るのであればね、そっちでも全然、いいはいいので。はい、多元宇宙で。石縛り。下かな？土地が欲しいですね。まあ、引けました。魂の粉砕対応の理由は黄金化が多いからと思います。とりあえず聖呪文縛り出して、うーん、2個運命に抗うとかも使いたいとこではありますか。まあ、相手の除去したらめちゃ死に多いと思うんでね、基本的には。呪文縛り、まあもう一呪文縛りでいいかなと思います。エボンデス出ちゃうんですけどね、もう一回。うん、ライン自体は効かなくはないんでね。3のギリ耐えてるか。トップ受験がない限りは基本的にはギリ耐えてると思います。むしろ相手何もせずにぶん殴ってこられるのが一番嫌ですかね。エボンデス家系で出ちゃうんで。うん。まあ、安息地起動とかをしてくれるのであれば、それはそれで OK かなみたいな感じはありますけど。きついね。いやー、やつら全員飛んでるのは面倒くさいですね。エボンデスだけブロックでいいです。一旦はあるんどか。石縛りの使い魔と予見して2個かな。あんま強くはなさそうな動きですけどね。うん、そこまで強い動きではないんですけど、まあこれが一番綺麗にはなるかなっていう気はしますね。目玉の暴君、こいつは2体とも通していいです。殴ってきたら通しましょう。墓地追放されちゃいますけどね。もしかして勝った？勝ったか。予見、変形、殴って、まあ正解の軍馬、まあこっちかな。
あるの、先生も一発って。あ、そうか。あるの、先生、撃った後、追放されるから。あ。まあ、勝ちましたね、これは。うん。これ、対戦に出ておりようと。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあ、後手番ではあるんですけど、ドゥームスカールがあるんで、キープリーですかね。縛りの使い魔から、ドゥームスカール予見、もしくは正解の軍配予見して、っていう動きにしていきましょう。まあ、大体安い対面は予見でいいかなーっていう気がしますね。ドゥームスカールぶっ破したい対面って実は結構少なかったりするんで。あ、これは、ぶっ破したい対面になりそうですかね。うん。とりあえず、ドゥームスカールだけ予見してっていう動きにはなるかなと思います。破壊分のキルトは実は結構少なめなので、ブロックしないです。うん。破壊不能っていうのは少ないんですよ。呪言系統はそこそこ多いんですけど、破壊不能は少ないので、この辺はドゥームスカール予見とかで、ガンガン詰めていきましょう。まあ、なんなら呪文縛り前出しちゃっていいかな。うん。呪文縛り前出しちゃったら出しちゃったな気がしますね。ドゥームスカールの予見自体はできてるんで、すれずにまあ、スペル系のコントロールなんですけど、コントロールというか、なんて言えばいいのかな。フェザーか。フェザーなんですけど、呪文縛りかな。相手の反応ちょっと見ときたいんで。そう、こういう自然の化身とかはあるんですよね。なので、できれば、まあ、突っ走りかな。このままサイズ上げていけば相手は相手でそれはそれで困るんでね。緑土地が引きれないらしいですし。うん。ディスカイの声。で、このターンは、予見はする。軍馬まで予見するかどうかですかね。カウンター、まあいらんか。予見しましょうか。うん。もうドゥームスカール流してもいいところぐらいまでは持ってるんで、まあ特に問題はなく動けるかなと思います。緑土地がないらしいですね。これもう一旦余裕がありそうだな。従来の予測を見て、また馬まで置いちゃっていいかも、これは。うん。今のこのターンカウンター構える意味がなさすぎるんで、まあ、ここまで来たらもう全部埋めちゃっていいですね。うん。相手もどうせ殴れないんでね。まあ次のターンは石針の使い魔殴って、まあ襲来予測構えてでいいと思います。セレズニアのフェザーっていう今いいんですかね。あー、これ大丈夫ですね。フェザーって結構打点になるクリーチャーが少ないので、この辺多分流してあげると勝てるかなと思います。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。5点番。土地さえ引けるのであれば全然いいですけど。まあ、5手番なんで、マリガンかな。ドゥームスカールはいいですね。石縛り、ドゥームスカール受け、まあ、シュタルンハイムを戻しますか。後々使いそうな気しかしないですけどね。まあ、こっちから。石縛り。目玉の防空の隅か。まあ本当に何でもあるかな。うん。相手がコントロールじゃなさそうであれば、多元宇宙の警告を予見したいところではありますかね。うん。まあその日芝居の使い魔は、しばかれると思うので、それまで、まあパンプアップしてぶん殴るぐらいな勢いでいいかなっていう気はします。おベイが偉いですね。これは予見して、石針殴りましょう。インスタントの除去はないらしいのと、あと、一番の使い魔の偉いところ、まあ攻撃における偉いところって、もうほんとガンガンサイズ上がることなんで、これ軍馬だな。うん、殴りましょう。できれば、ベイガは、
予見後に使いたいですかね。オルゾフ。ベイガは多元宇宙と一緒に使いたいかなっていう気がしますね。これは多分襲来の職打つ方がいいと思いますね。まあ、プーマだけで殴り切るプランですね。できれば次のターントップ土地が引けるのが一番強いかなっていう気はします。石前を使い前に除去を飛ばしていきそうなら襲来の職でカウンターしてもうガンガン打点で詰めちゃった方が強い気がしますね。うん、まあトップ何もないのであればルームスカール予見とかでも全然構わないと思います。うん、それかもう多元宇宙打っちゃうのも手に割ると思いますね。1釣り目多元宇宙打っちゃうのが一番強いかな。パックリますか。そうでもないっぽいですね。もうグッドゲーム宣言が出てますけど、とりあえず使いは殴ります。はい、うん、このターンはすごく強い動きができるんじゃなかろうかという気はしますけどね。白ダブルが今出てないんで石灰の使い回は取れないですね。そろそろ相手打点として相当厳しくなってきてると思うんで、そう、不祥の暗殺師パッと見で分かんないですけど、これ何の色もないですからね、白っぽいけど。うん、で、ここで速攻であれ打ってこないってことは多分白土地ないな。そうですね、白土地がない一択だと思います。ただオルゾフコンって確かケイヤとか含めて結構プリンズオーカーでかいカードがいるので、まあカウントはそっちにできれば合わせたいかなっていう気もしますかね。土地1枚引けるのであれば運命2個運命に抗うかベイガ、まあベイガかな基本的には。侮辱はいっか。うん、ベイが取られるのはちょっと嫌ですけど、まあちょっと嫌ぐらいでしかないんで、もうここに必要なもの揃ってますからね。予見デッキってことで基本的にファンデスには強いんですよ。うん、まあ相手多分初めて見るカードばっかだからな、これタンデもあんま使えてなかったですからね。私はちょっとベイが使ってみようかなって思ったことあったんですけど、まあどうしても一番相性のいいのがアドベンチャーになるとかいう、とんでも仕様だったので。うん。これは土地拾いに行きます。いや、呪文縛りは、鷹の前にあんまりにも無力なんで。あ、ベイが追加で引いたな。1枚の使いも殴ってベイガー置いてカウンター構えてあげるのが一番強いですかね。うん、はい、ベイガー、ベイガーがいると襲来の速がまあ2マナ、今だと2マナワンドローカウンターですね。うん、強い。という2マナワンドローのスペルがあること考えてもまあおまけ付きですけど、カウンターの負けは相当強いですね。なんかポテチカチカしてますけど、リアにしてきますかね。1コスト。戦場の猛禽はあんまり強くはないと思ってるんで。カウンターあんましたけど、いや、でも、どうせポテできるからするか。しましょうか。うん。2個運命に抗うとかもそろそろ使っておきたいですね。いやでもこれ2個運命に抗うを使う必要がなくなりましたね。とりあえず殴りましょう。そろそろブロックしないと大手ですよっていう感じですね。うん、エンド。できれば正解の軍馬を出したいですね。3、3、2、ステージモン縛りはいいや。
ここで対戦相手が投了と。ネットゲーム、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ、見ていただいたら分かる通りね。まあ、R&の典型の強みっていうのが結構生きた試合が多かったのかなーっていう印象ですね。はい。もう1本目の試合とかね、R&の典型繋がってなかった、繋がってなかったですからね。はい。じゃあ、ユーリフリーのお話についての、ちょっとしていこうと思うんですけど、まず、一番最初に戦った黒タン。相手は基本的に不利だと思っていいと思います。このデッキって、ミシュランに触る手段っていうのはほぼないんですよ。で、黒タンコントロールって、まあ、目玉の隅かだっけ、まあ、目玉のフォークの隅かかなとか、あとは、まあ、ヒストリックにおける負傷の暗殺者はですね、が、多めに採用されてる関係上、その辺取れないデッキっていうのは結構不利がついちゃうんですよ。ミシュランがめちゃくちゃ強い環境ですからね。で、まあ、このデッキってインスタントで取る手段が存在しない。まあ、下段カウンの解放とかでガンガン横並べすればね、まあ、相手は基本的に取れないことっていうのは結構多いんですけど、まあ、基本的には不利がついちゃうのかなっていう印象です。勝てたのは運が良かったからですね。で、アグロ系統もちょっと厳しめなんじゃないかなっていう疑惑はあります。2個運命に抗うとかである程度回復できるとはいえ、回復条件が予見されているカードなんですよ。で、予見するのって2マナ必要なので、結構その分でも厳しめなポイントになってくるのかなっていう印象です。正解の群馬がね、2体いるのであれば、まあ、残して予見しまくって2個運命を抗うで大量ゲインみたいなことはできるんですけど、まあ、そういうのほぼ稀ですし、あまり考えない方がいいのかなっていう印象です。特にね、2ターン目に動きがないことと、まあ、除去がドゥームスカールしかないってことが多分、アグロ対面で致命的なので、はい、多分アグロにはちょっと弱めになっちゃうのかなっていう印象あります。ただ、まあ、最終戦にもあった通り、オルゾフのミッドレンジかな？うん。オルゾフミッドレンジとか、なんか、まあ、テレズニアのみたいな、打点がちょっと、クリーチャーが少なめ、かつ、ちょっとゆっくりで戦ってくるデッキ。まあ、セレズニアは別にゆっくり戦うデッキではないんですけど、ゆっくり戦ってくるデッキに対しては、相当強く出ることができます。特にね、ミッドレンジ以降、ボーフトンネル以降の3-2-2って結構コントロール多めなので、その辺の間にはそこそこ強く立ち回ることができるかなと思います。はい。なので、まあ、だから6割7割かな。まあ、8割はいかないかな、ぐらいな勝率に落ち着くかなと思います。はい。よろしければ皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。というわけで、本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは。